ヤンカゼンサーのラジオコーナーコーナーコーナー。ちょっと出遅れましたが、皆さんは明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回もちょっと編集が屋外スタジオの、今回は足立区の方ですが、雨も降っておりまして雑音も入るかもしれませんがご了承ください。早速ですが何を話しましょうかね。それじゃあ新年早々我が家で起きたちょっと面白い新エピソードを一つ話したいと思います。私はいつも寝るときに空のペットボトルに水を汲んで枕元に置いて寝るんですよ。夜喉乾いたりした時にすぐ飲めるように準備してるんですよね。それでその日はミネラルウォーターの空のペットボトルの中に水道水を入れて準備しておいたんですけど、水を汲んだ後とりあえずテーブルにそのペットボトルを置いて寝る前にトイレ入ったんですよ。そうしたら私も忘れっぽいものでペットボトルをテーブルに置いたのを忘れてしまい、そのまま部屋に行って寝ちゃったんですよね。それで翌朝私は朝一でもう仕事に行っちゃったんですけど、朝になって娘が起きてきて、いつも娘が座るテーブルのポジションのところにミネラルウォーターのお水が置いてある状態だったんですよ。私が汲んだ水道水なんですけど、それで娘が学校に行くとき、いつも水とかお茶とか持ってってるんですけど、ちょうどペットボトル置いてあるから、じゃあこれ持ってっていいのかな、持ってくねって持ってったんですよね。私が汲んだその水道水が入ったミネラルウォーターのペットボトルを。それで私は仕事から帰ってきて、娘にも家で会ったんですよね。そしたら娘がミネラルウォーター置いといてくれてありがとうって言うんですよね、私に。それで私はそんなもん置いてねえよって言ったんですよ。そうしたら娘がこう言うんですよね。〇〇の天然水置いてあったよ、これパパのでしょって言うんですよね。空いてないやつが私の場所に置いてあったから パパがくれたんだなと思ってもらっちゃったんだけど、そこでようやく私はハッと思ったんですよね。それ俺が夜飲むために置いといたやつ忘れちゃっただけだって言ったんですよ。しかもこのペットボトル俺が毎日使い回してるやつで中身水道水だよって言ったんですよね。その瞬間娘が最悪飲んじゃったじゃんって怒るかと思ったらちょっと受けちゃったんですよね、娘も。それで娘はでもこれは毎日ちゃんと洗剤で洗ってから水入れてるんだよねって聞いてきたんですよ。それで私はこう答えました。いちいちそんな洗ってねえよってそれでざっと水で湯水でもう水入れてるだけだよって言ったんですよ。そしたら娘が何とも言えない顔で飲んじゃったじゃんよってちょっと言ってんですよね。過ぎた話ですよ、それはもうしょうがない。でもまるでバイキンのような扱いですね、私は。まあ嫌ですよね普通。でも年取ってきたせいか物忘れが多くなりましたね。私はでも昔から物忘れ多いですけど、じゃあもう一個物忘れ関係の話しましょうか。今度はもう何年も前で、息子が小学生の時の話なんですけど、算数の宿題で分数の問題があったんですよね。それでやり方がどうも自信がなくて私に聞いてきたんですよ。それで私は息子がとりあえずちょっとやってみなって言って計算させたんですけど、やり方が全然違うんですよね。ちょっとその前に私が育った昭和の時代と今の時代とで多少公式とか変わってるのがあるんですよね、びっくりしたことに。でもそんなの私は知らないもんで、息子にもうこれ根本的にやり方違うから全部一から教えてやるからって教えたんですよ、私が。でも息子は教えてる最中もこんなやり方を教えてなかったよって、学校でって言うんですよね。でも私は息子にいいからこれちゃんとやり方覚えなって教えてやったんですよ、私が。それで翌日息子が先生に呼ばれて、他の問題全部できてるのに分数だけ全部間違えてるんだけど、こんなやり方誰に教わったの？息子はパパだって答えて、先生がパパはやり方間違えてるよって言われたそうです。そもそも息子は私に聞くのが間違えてましたね。ああ恥ずかしい。終わります。